かけろま島の金子寺崎防備衛所の移行。同防備衛所は、奄美大島との間の大島海峡を担当するために置かれた。現在は安足場戦跡公園の一部。防備衛所とは、大日本帝国海軍が重要港湾、海峡などへの敵潜水艦侵入を阻止するために設置した陸上拠点のことである。施設だけを指す場合には、俗称として、 水中超音章、水中超速章とも呼ばれる。海底に水中超音機などのセンサーを配置して、敵潜水艦を探知し、味方の対戦部隊に通報したり、事前に付設された艦成機雷をタイミングを合わせて起爆して攻撃したり、する。太平洋戦争前から日本本土の防衛のために、各地の陳述府、警備府の防備隊令下へと防備英書が設置された。 日米海戦が迫った1940年頃には、急ピッチで増設が進められた。太平洋戦争が始まり、日本本土以外の各地に、艦隊の白地が作られると、その放御のためにも、防備衛諸が必要となった。そこで、1943年1月以降、原則3個の防備衛諸を有する防備衛諸第12体が、編成され、西はビルマから、東は、 ラバウル方面まで各地に派遣された。その後、防備衛所隊は翌1944年9月までにすべて解体され、所在地の海軍根拠地帯や警備隊に統合された。防備衛所の標準編成は、高座兵の3種があった。高編成は水中超音機2機のほか、機雷と機雷管制機1機を持つもので、定員は26人。オツ編成は、 水中超音機2機のみで、嫌いを持たず、定員24人。平編成は、水中磁気探知機4組を有し、定員17人とされた。これらの標準編成に、増加機材と対応する人員を追加して調整された。配備された機材としては、敵艦船のスクリュー音などを探知する、パッシブソナーの97式水中超音機が主力だった。 太平洋戦争中には、磁気探知機である二色磁気探知機も開発され、新たに配備された。これらのセンサー類や、完成機雷の付設作業には、専用艦の初島型電弾付設艇が建造された、ほか、規範船など各種雑液船を改造して使用した。実戦では、津軽海峡東口にて、アメリカ潜水艦、アルバコアの沈没に際して、 爆発音などを加え畑防備英書が補足している。日本陸軍でも太平洋戦争中に潜水艦対策の必要が認識され、沿岸要塞の一部としてパッシブソナーの配備が試みられた。陸軍の水中超速要員は1942年後半に要請が着手され、少年重砲兵などとして集めた人員を陸軍重砲兵学校や海軍機雷学校で教育した。 1943年10月に、艦府連絡船、コンロン丸が、アメリカ潜水艦、和風によって、要塞目前で撃沈されたことで、陸軍は衝撃を受け、同年末からは特に水中超速へと力を注ぎ、少年重砲兵、第2期、第3期、各200人の大量採用や重砲兵学校への、専門幹部家庭創設が行われた。しかし、実戦配備は遅れ。 終戦までに、東京湾要塞管家の観論崎に試験機1機、域要塞に実戦機1機が配備されたほか、津島要塞に機材なしの人員だけがいた程度に終わった。そのため、近在の海軍の防備英書などから、行為によって情報提供を受けて活動するほかなかった。ありがとうございます。